メビウスファイナルファンタジーは、スクウェア・エニックスより配信されていた、スマートフォン向けゲーム。サービス期間は2015年6月4日から2020年3月31日。基本プレイ無料。ファイナルファンタジーシリーズの新規派生タイトル。パラミティアと呼ばれる惑星を舞台に、光の戦士たちと、カオスの軍勢の戦いを描くという内容。 ナンバリング級クオリティのスマートフォン用 FF をコンセプトにモバイル用 RPG としては破格のクオリティのグラフィックや北聖下藩や野島一世など歴代ナンバリング FF 作品に携わったクリエイターの起用をアピールポイントとしている2016年8月3日より英語、中国語、韓国語に対応したグローバル版の配信を開始また PC 版のリリースも決定し 同年11月1日より配信開始された。初期の頃はシステムの不備が多く遊びにくいと評価が低かったが、その後のアップデートでシステム面の不備はほぼ解消されていた。シナリオは野島一世が監修しているだけあって、当初から骨太の FF らしいストーリーとして評価は高い。2017年7月15日第1部にあたる 光の戦士編が完結した。2017年12月25日に2018年3月頃に第2部破滅の戦士編スタートと発表があった。その後、2018年3月26日に改めて、2018年4月11日より第2部プロローグの配信を開始、本編は4月27日より配信を開始するとの告知があった。 タイトルについてもメジャーアップデートによってメビウスファイナルファンタジー破滅の戦士へと解題されている。過去のシリーズ作品とのコラボレーションイベントも特徴で2019年8月現在までにファイナルファンタジー7、ファイナルファンタジー8、ファイナルファンタジー X、ファイナルファンタジー12、ファイナルファンタジー13とのコラボレーションが行われている。このうち 野島自身がオリジナルのシナリオに関与していたセブン・ A と x ィンのイベントにおいては、それぞれクラウドセフィロス・コール・ティー・ダ・ライトニングが登場し、ストーリーも部分的にオリジナルとリンクする内容になっている。特に X のイベントはオリジナルの X とファイナル・ファンタジー X-2 の間をつなぐ物語でオリジナルの内容を補完するものになっている。 2020年3月31日をもってサービスを終了した。本作のストーリーは章立てとなっており、アップデートによりストーリーが追加されていく。それぞれの章への移動はワールドマップから可能であり、ワールドマップには期間ごとのイベントや探索リージョン、チャレンジリージョンなどの多くのマップが存在する。シンプルな片手操作で楽しめるターン性。 コマンドバトルとなっている。画面をタップすることで戦うが発動し、それによりエレメントが溜まり、アビリティ攻撃が可能になる。アビリティにより使える属性は、加水風土光闇があり、それぞれ秘密、風土、光闇が相対関係となっている。また、ジョブにより使える属性は3つ決まっており、戦うで発生するエレメントの属性もそこで決まる。 自分の扱える属性であれば、エレメントドライブという行動をした属性に対して、耐性を持つことができ、エレメントドライブした属性は、少しの間、その属性エレメントの発生率が減る。その後、オートバトル機能が追加され、さらなる快適性向上が図られている。本作にはジョブが存在し、ジョブは召喚という、ガチャでのみ手に入る。ジョブは大きく分けて、選手系。 魔導士系、レンジャー系、文句系に分かれている。選手系には暗黒騎士、竜騎士、魔導士系には黒魔導士、白魔導士、レンジャー系にはハンター、シーフ、文句系には剣刀士、グラップラー、戦術士などが存在する。ジョブはそれぞれ異なった必殺技を持っている。使える、属性、必殺技などからジョブを使い分けて戦うことになる。 実装したジョブによってゲーム中のキャラクターのグラフィックも変わる。また、アルティメットジョブという過去作の登場人物になれる特殊なジョブも存在する。アルティメットジョブも実装するとゲーム中のキャラクターのグラフィックもそのキャラクターのものへと変化する。2019年8月23日現在、アルティメットジョブは、クラウド、セフィロス、ライトニング、ヤシュトラ、ティーダ、ユーナ、ギルガメッシュ。 ティファ、エアリス、スコール、ジェクトが存在する。ジョブもアルティメットジョブも随時追加されている。ありがとうございます。